はい、見せてください。はい、はい、行きます。はい、テスト用意。はい、いつも数合わせだったあなた。はい、どうも MJ です。今日はですね、僕のお店でなんと CM の撮影が行われてまして、で今回ね、いつも YouTube 見てくれてる皆様に、まあ、CM の撮影風景どんなんだろうなっていうのをね、ちょっと勉強してほしくて今回の動画を撮ることにします。なんで今回ありがたいことにね、僕がね、キャスティング3名ほどさせていただいて、このご時世に仕事が来るってめちゃめちゃありがたいことなんですけれども、やらせていただきました。ということでね、まあ、早速 CM の撮影風景どんな感じだったかっていうのを見ていただきたいと思います。ジラミスプラスの代表取締役で、荻野のマネージャーもやってます、酒井です。レンタルブサイクです。なんとなくじゃない、そこは。おたまボンバーです。よろしくお願いします。名前面白いですね。あ、ごめんなさい、なんとなく勝手に撮影してました。はい、MJ です、よろしくお願いします。はい、勝手にメイキングっぽく回してます。レンタルブサイクさんの何て呼ばれるんですか。そこ、まあ、ブサイクさんです。ブサイクさんって呼ばさせていただきましょう。じゃあ、え、でも思ってるより全然そうなんですよ。そう、もうちょっとやり込んでほしかった。いやいや、本当にやめてください。いや、スイッチ入るんで、撮影、カメラ回った瞬間、めちゃめちゃブサイクです。カメラ撮ったら、なんかブサイク映るんで、保証します。じゃあ、縛りましょう。早速縛りましょう。大丈夫ですね。はい、亀甲縛りやってます。ちなみに亀甲縛りをしているのは童貞の方です。童貞で先に覚えることではない。そうですね、素人ではないです。え、そして童貞の敵のはるかちゃん。はるかちゃん、はるかちゃんの YouTube で何したんでしたっけ。童貞が聞き回ってます。え、童貞が聞き回ってる。童貞狩りしてます。 あれちょっと意味違くない。童貞狩りしてるそうです、はるかちゃん。はい、意味違くなってくるけど大丈夫。アイドルのはるかちゃんです。よろしくお願いします。お、完成ですか。ちょっと幻想的な形になっちゃいましたけど、あと大丈夫。亀甲縛り完成です。当ててるっていう、当ててるっていう。あれ服預かりましょうか。はいはい、預かります。寒そう、頑張って。あ、そういうこと。女の子が撃退してるんだ。そうそう、へー、うん、もうブイーンって当てた。そうです、ブイーンってやってます。あ、ごめんなさい、一回多分、はい、なんかこういうのがあって、はい、やります本当に。うん、俺もあれじゃ分かんないんですけど、まあプロが言ってあれですけど、煙が出ると。これじゃあのね、これで息を吸って吐いて、そうすると、そう、そこの筋肉が鍛えられるから、はい、その分こう小顔になるらしいのね。すごい、ということらしい。ちょっと、メイキング回してるんで、らしいじゃなくて保証をしていただきたい。なりますということらしい。お、なりますということです。こう吹いて、吸って吹いて、吸って吹いてってやると、顔がちっちゃくなると。いう商品とのことでございましてですね。なるほど、うん、俺この会社の人いないんだけど。まあ、っていうことなんです。なので、まあ、それを、まあ、基本女性向けじゃないですか、うん、まあ、男性にもちょっと売っていきたいということなので、うん、男性目線のこう今回こういうことでございます、という感じです。だからブサイクがモテないから、これをやったら黒崎さんに代わってモテモテ人生を受けますっていう、まあ、流れなんですよ。はいはいはい、だから最初はもう全く無視しておきます、ブサイクブサイクだから。で、黒崎さんになったらもうリアルに、リアルなリアクションでいいです、ね、かっこいい男の人が来たらどういう皆さん顔をするのかなっていうのを僕は楽しみにしてみましょう。はいはいはい、
なんか洗顔の CM で見たことあるぞ。岩尾がパシャーってやったらキムタクになるみたいな。そう、ノリ的にはそういうノリです、うん、でテイストとしてはよくあの最近 YouTube で、うん、あのなんか見てると結構ちょっとエッチめ なんか広告出てくる。はい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 。なんかこのサプリを飲んで女の子とどうなのみたいな、ああいうちょっと男の人向けの、うん、まあちょっとエッチな妄想をまあ入れて僕もモテたいなみたいな、うん、そういう感じで小顔革命を吸うんじゃなくて俺を吸ってほしいなみたいな、まあ、そういう。いやもう下品なもの、下品なものってあれだよ。下ネタを取るので、僕も下ネタをね、ちょっと入れていかないと。僕もちょっとあのチェリーボーイなんで、なかなかこうちょっとそういう気持ちになれないんで。遅すぎるでしょ。はい、どうも今回キャスティングさせていただきました、ハルピオちゃんとレンタルブサイクさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レンタルブサイクです。はい、レンタルブサイクさん思ったよりそんなブサイクじゃないとか、むしろイケメンじゃないですか。いや、完全な営業妨害です。ごめんなさい、これ言っちゃダメですか。はい、完全な営業妨害ですし、はい、そんなこともないです。そんなことないです。これ以上言うともう裁判。あ、すいません、ごめんなさい。やっちまうので、ちょっとやめてもらっても。はい、はい、すいません。はい、はい、ごめんなさい。はい、ハルピオちゃんはアイドルです。はい。普段どんなことやってるんですか。普段は秋葉原で。秋葉原で。はい。はい、インタビューしてます。あ、どんなインタビューするんですか。童貞かどうかを。童貞どういうこと。決まってます。え、秋葉原で童貞っぽいオタクに、あんた童貞ですかって聞いてる。やばいアイドルだな。はい。ちょっとそれ一回試してやってみてください。どんな感じで聞くんですか。こんにちは。あ、こんにちは。あの担当直に行くんですけど、はい、お兄さんは童貞ですか。はい、え。いや、違いますけど。童貞じゃないんですか。違いますけど。いや、どうもった。怪しい、怪しい。あんたが童貞っぽい。絶対いつ卒業したんですか。3年ぐらい。3年ぐらい。はい、え、じゃこれ、はい、リアルにこういうの聞くの、はい、秋山。かわいそう、童貞の人。ということで、お二人でした。はい、CM 頑張っていきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、童貞さんが。あ、でも、ありますね。まだ、あ、それですね。顔だけにする。監督とカメラマンが仲悪い。やりにくいな。お互い死ねって言うやつ。裏でボロついてる。あ、ごめん。裏でボロついてる。安藤、そうだ。安藤、支えだろ。支え。いや、アンドも大丈夫です。ゲームです。アンドも大丈夫です。ブサイクです。すみません。ブサイクさん、これ絶対嫌だと思うんで。で、こっちのおしゃれが。そう。スポットがついたら、はい、一発、ちょっとなんか、チェー的なリアクションをいただきました。リアクション、チェー。これがパッついたら、喋んなくてはいい。あ、喋ってもいいですよ。チェーって言っちゃってもいいですよ。いや、しねえとか言ってもらってるんですけど、そういう感じで。そこまでは言いたくないですか。わかりました。じゃあメイキング、ヨネちゃんのセンスで映したいところですね。はい。本番だね。皆さんね。いや、本番。ちょっとすみません。本番は来てこれで。いや、いい。はい、じゃあテストいきます。はい、テスト、はい、よスタート。いつも数合わせがたあなた。はい、はい、はい、もう一回いこうかな、もう一回いこうかな。どれは…あ、強い、今は強い、これ強い。いや、ちょっともう一回見させてください。はい、はい、いきます。はい、テスト、よはい。いつも数合わせがたあなた。あ、いいですね。はい、最後。はい、はい、ありがとうございます。もうちょっとイチャイチャしてもらっていいですか。わかりました。なんか、はい、もう分かりやすくやってもらっていいですか。今短いんで。了解です。で、本番は夏いよね、これ。あの、いる。あー、これ本番でいこうかな。ちょっと、ちょっと皿見せようと言っちゃいました。あ、いいよ。
です。まあ、でもさっきの品だれかかってる感じで聞いちゃった。あ、いいよ。バレがあった。バレは、バレは大丈夫です。富士山が見えてきてる。こんな美女は大変なんじゃね。そんなに見えない。いや、まだ自分の方がモテますよ、この後モテるんで大丈夫です。大丈夫です。その後別なんでしょ。別な人になっちゃうじゃない。あれ嘘ね。ミルク上もなってるんだけど。いや、なんか俺がいい思いしてるよね。え、でもさっきさんいい思いできない。かわいそうじゃないかな。じゃあもう、あなたが見る方向でそれでちょこちょこ見るから。はい、一回消してみると。あ、いや、ついてると、ママの方がいいよ。ママの方がいいよ。ちょっと弱めると。ママの方がいい。今の続きって。それでママでいったの。回りました。はい、4。はい。はい、はい。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 OK です。はい、そしたら、ブサイクさんはしばし。で、黒崎さんの、どういきます？もうやっちゃっていいですよ、これ。うん。でも、そう。僕はどんな顔してるんですか？でも、当たり前ってか。ムカつけー、ムカつけー。俺の女を取りやがってー、畜生。すいません。で、こっち、まあ行きますよ。皆さんがギュッと来ますよね。もう少し下がってもらったところからスタートしてもらって、はい、で、お昼休憩です。実は昨日から仕込んだね。ロコモコ丼。ね、かわいい。まあでも思ったより早い。結果的な指示は出る。あ、ちょっとそれぐらいの上でもいいかも。あ、はいはいはい。無意味無意味。これでなんかあの目がそうですね、今トロンとしてるぐらいの感じで。あ、めちゃめちゃいい顔。あ、いいうって動かし、最高のブサイクいただきました。いいうお、はい、いいですね。そういうことですね。目はその無気力な目で、口だけ動かして。はい。すみません、大変お待たせいたしました。はい。はい。はい。じゃあ行きます。じゃあ、待ってください。ありがとうございました。あと。はい、井岡隆平です。アシスタントの米谷です。はい。米谷さんは3年前からうちの、あれだよね。相談者として。あ、そうですね、あのどうしても小顔になりたかったので、その時 の、 あの一番ひどい時の私の写真がこちらです。最初にやったのがフェイスローラーですね。あの100均とかに持ってる、いや、なかったですね。まあ、最初はあの小顔になったっぽくはなるんですけど、まあ時間が経つとすぐ戻りますでしょ。あんな効果ねえんだよ。他になんかやったことってある？フェイスマスクを使いました。効果は？なかったです。何がやりたいんだろう。いや、まあ私が聞きたいですよ。で、あの小顔のなる順番とかっていうのを俺が指導してってさ、で最後に結局いろんな順番っていうのがあるんだけども、その中でも最終的にやらなきゃいけないのが表情筋を鍛えることなんだよね。そうですね。うん。うん、で、その次続きお願いします。そうですね。あの井岡隆平さんがおっしゃったように。あの表情筋を鍛えることが重要です。表情筋を鍛えることによって、あの人っていうのは引き締まった小顔になります。順序っていうのはちょっと今回は省かせていただくんですけれども、例えば小顔エクササイズたくさん、ね、
あのネットとかにもあると思うんですけれども、ああいうのはあのただ顔を動かしているだけなので効果はないです。まあ文字通りあの顔の筋肉をただ運動させてるだけなので、あの効果はないです。あとはそうですね、まあ、YouTube とかにもアップされてる、まあ、小手先の技だったりとか老廃物を流すとか、ああいうのもすぐ戻ってしまうので効果はないです。じゃあどうしたらいいのって皆さん疑問に思うと思うんですけれども、まあ、残念ながら現状は何か物を使うしかないんですよね。そうなんだよ、うん、やっぱりさ腕立て伏せとか、腕だったら腕立て伏せで、他のさ足とかだったらスクワットやればいいんだけど、うん、顔立て伏せとかできないんだよね。できないですね。結局なんか器具を使うしかないんだよ、うん、でそこでうちの師匠が広めたのがペットボトルエクササイズって、うん、今世に有名になってるんだけど、うん、そう、それの欠点を省いたのが小顔革命なんだよね。そうですね。で、あの永遠に使えるし余計なコストもかかんないんで、本当にあの吸って吐くだけの作業なので、それ以外の何か別なものが用意しなきゃいけないっていうことはないので、特別なものはもう他にはかかりません。そうでね、ドン・キホーテとかでなんか類似品が通販とかでも売られてんだけどさ、うんうん、あれ残念ながら適当に作られたものだから全然顔が鍛えられないんだよ、うん、で実際うちの小顔革命っていうのはアンアンっていう雑誌で5つ星、他の商品もいっぱいあったんだけどうちだけが5つ星もらって、他はもう三つ星だったんだよね、うんうん、三つ星以下とかね、うん、唯一5つ星を獲得しております、はい。まあ、最近顔が大きく感じるとか、まあ、小顔になりたいなとか、まあ、そうですね、頬が垂れ下がってきたなとか、まあ、若く見られたいとか、そういった悩みは小顔革命が解決します。あ、実際私のお母さんも、小顔革命を購入して使ってるんですけれども、あの垂れ下がってた方がだいぶ上に上がってきてすごい若く見られるようになったって聞いて、うん、私もすごく嬉しいです。そう、はい。まあね、皆さんお仕事帰りの夜の電車とか車窓に映った自分の顔ちょっと老けたり見えてませんか？もうそれも小顔革命で解決できますので、ぜひぜひ、はい。で小顔革命はすっげ拭くだけの簡単仕様なんだけど、吸うことによって伝えられる部分がちょっと横向いてもらっていい？あのここの部分、フェイスラインのところと、あとここの顎のラインがすっきりするんですよ。で、拭くことによって鍛えられるのが、ここの頬の部分。で、ほうれい線の撃退とかにもなってくるんだよね。で、あの小顔革命の口元がなんでこういう風になってるのかって、口をすぼめないといけないんだけど、日頃使わない表情筋、ものすごい口輪筋の力をね、ギュッとやるんで、口輪筋も鍛えられるようになってるんですよ。で、あの法輪筋がすぼまって頬が上がるってなると、ほうれい線の撃退にもつながるし、あの表情筋を鍛えることによって、なんていうのかな、表情筋を鍛えることによって、あの、まあ、頬とか顎周りとかに直接ダイレクトに効くので、はい、まあ、表情筋がすごい鍛えられるので、あと老廃物、そう、ね、あの老廃物もどんどんこう外からやらないで表情筋を鍛えることによって老廃物が流れが良くなるので、小顔効果がさらにアップするっていう感じなんですよね、はい。で、肝心の使い方なんですが、これが難しいと評判でして、あの拭くときは風船を拭くような拭き方でもいいんですけども、やっぱり口に空気を溜めて頬の力で押し出すっていう、それが一番頬にギュッと効くんですよ。で、応用的なものは左の頬が下がってきたなと思ったら小顔革命を右に向けて拭くと、ここだけが重点的に鍛えられるんですよ。で、吸う時なんですけども、これがタピオカのストローだと思ってください。で、中にタピオカがこう詰まってる。で、そういう時ってどういう風にする？深呼吸するように。深呼吸っていうかは吸わないよね。吸わないですね、うん、あの吸い上げるっていう感じで、タピオカを吸い上げようと思うとっていう動き方になるんですけど、そういう使い方をすると、ここの表情筋に効果が出てきます。で、小顔革命の効果っていうのはどんぐらいあるのかっていうのは、本当はどうなの？小顔革命の効果っていう別動画を自分で上げておくので、小顔革命効果で調べてくれると、YouTube にアップされています。はい、アップされてます。美容家竜兵でぜひ検索していただければと思います。はい、私が一切やらせなしのノーカットであのやってるんで、
えぐいほど顔に変化が現れるのでぜひご覧ください。ぜひご覧ください。とインスタグラムもぜひ小顔革命で検索してみてください。有名タレントさんも実際に使っていただいて効果を実感しております。今ですね、CM 放映記念として通常は込み込みで11,500円になっておりますが、今回特別に10,000円ぽっきりでご提供となっております。皆さんモテモテの人生を送れるように小顔革命でシュッとした小顔を手に入れましょう。以上です。グダグダでした。8割アドリブです。今日出演されていた声優、はい、そして女優のヨネちゃんです。お疲れ様でした。お疲れ様です。ヨネ谷藤子です。よろしくお願いします。感想とかありますか？感想、いやそうですね、まあ、今日は個人的に徹夜で頑張りました、はい、徹夜したんですか？徹夜しました。ちょっと台本を頭に入れたりとか、あと今とある有名声優さん、ちょっと名前は今出せないんですけど、有名声優さん の、はいはい、ラジオの MC アシスタント の出演権をバトルしてるんです。今マシバラっていうライブアプリでやってて、それのまあ段取りだったりとか、一応台本があるので。それ宣伝しちゃっていいですよ。あ、いいですか？みんなさん、ヨネちゃんを応援してください。はい、昨日今日明日の3日間限定で配信してまして、もう今日と明日しかないじゃん。早くしないと。そうなんですよ、はい、なのでちょっと急なんですけれども、それでまあちょっといろいろ考え事して結果寝れなくてあれだったんですけれども、徹夜でわざわざっておかしいですね。確かに頑張りました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、どうでした今日、こういう CM の撮影みたいなのは初めてですか？CM は初めてですね。はいはいはい、はい。あ、ちなみにウェブ CM なんですけれども、はい、YouTube で流れます。YouTube で流れます、ね。皆さん見てください。完成したら、はいはい、どうでした？ちょっと18歳以下は閲覧注意でございます。まあギリギリ OK かな。ギリギリ OK かな。なかったけどね。ちょっと箱入り娘は閲覧注意でございます。はい。はい。ということなんで18歳以下は絶対見ちゃダメ。見ちゃダメということで、はい、まあなんだかんだ見ると思いますので皆さん見てください。はい、はい、実はですね、今回のお仕事はですね、ヨネちゃんが勝手に持ってきてくれたと思う、はい、勝手にって言うとなんかバレことしたみたいないや、ありがたい。普通はなんかあれじゃないですか、芸能事務所からこうお仕事をあげるみたいなのが普通なんですけど、ヨネちゃんの場合はね、自分で営業ですかね。営業っていうか、どういう経緯で今回の CM の出演決まったんですか？あ、そうですね、その今回はその美容グッズをプロモーションするウェブ CM を撮りまして、はいはい、それを開発してる人が知り合いだったんですよ、もともと。はいはい。どこで知り合ったかっていうと、飲み屋さんで知り合ったんですね。はいはいはい。で、担当職人に言うとナンパされました。スポンサーの方にナンパされたと。ナンパされました。はいはいはい。でも基本ナンパ無視するんですけど、なんかこの人普通の人と違うなっていう、私直感で感じて、まあ、連絡先交換して、その後もいろいろたまに連絡取ったりとかしてて。いい直感力ありますね。それ女優として売れます。あ、そうですか。声優としても、はい。でもともとその彼もちょっと最近この商品のプロモーション考えてるんだよねって言ってたのを思い出して、まあ、話してみたら、あ、ウェブ CM ちょうど作ろうと思ってるんだ、出るみたいな感じで、まあ、今回に繋がったって感じですね。はいはいはい、素晴らしいですね。だからやっぱり事務所入って待ってるだけじゃなくてね、うん、まあ、たまたまナンパされた人がたまたまそこでさ、普段断るのに、うん、その時だけこの人違うなって思って話聞くのは持ってるよ。そうですか、ね、それでだって仕事取れてるわけじゃん、ね。まあ、でも結構ドエロですけどね。うわ、それちょっとディスってる。大丈夫、まあ、大丈夫、ね、大丈夫、大丈夫、大丈夫、本人も公認ですので、はいはい、本人の YouTube の URL も載せておきますから、ね。はい、ドエロらしいけど美容の効果はマジであるそうです。あ、もう、はい、その道もう30年近くの大ベテランなので、もし特に女性とか美容になんかちょっと悩みがあるとか、私なんか特に敏感派なのでたまによく相談してるんですけども、あったら多分何でも答えてくれると思います。ヨネちゃんのさ、なんかビフォーアフターみたいなのあったじゃん、もともと。あ、ありましたね。あれちょっと今載せていい？あ、大丈夫です。この辺にビフォーアフター、ヨネちゃんのビフォーアフター載せてます。若干加工は入ってますけど、どっちも。はいはい、まあ、今細いでしょっていうことではなくって、まあ、当時の写真に比べたらまだ細くなったよねっていうあれなので、これも美容家の方に。あ、そうですね、はい、はい、効果も期待できる、期待できるということで、はい、今回 WebCM で
いろいろ喋ってます。はい、素晴らしいですね、はい、でも今回それでね、あの本当はね、やっぱり自分で取ってきた仕事を事務所入れなくてもいいんだけど、わざわざね、あのうちの事務所に貢献したいということでマージンをこっちにくれるっていう、なんか逆に仕事もらっちゃってありがとう。いや全然全然、素晴らしいギブをいただきました。いや、あのギブすることが大事っていうのは、あの MJ さんの動画見てる方は、はいはいはい、あどうぞどうぞお入りください。取っちゃっていいっすよ。今のところカットで。カットします。ギブ大事だよっていうのは MJ さんの動画で勉強している方はよくわかると思うんですけれども、まあ、私は本当にあのズブの素人っていうか、あの何もない状態であの事務所に入らせてもらえたので、もう感謝しかなかったんですね。今の私に何ができるかなって考えた時に、まあ、ちょうどそういう話があって、なんかちょっと少しでも恩返しできるかなって思ったので、お金の話になりますけど、事務所通さなかったらある程度多くは入ってくるんですけれども、まあ、そこはなんて言うんでしょう、今後長くお付き合いしたいっていうことだったので事務所を通すっていう私判断しましたね。いやマジでね、それもね素晴らしい、ありがたい判断です。じゃあこちらこそ。そこであれなんですよ、事務所通してくれて美容家の方とつながって、そこからキャスティングしていいよみたいな感じ で、 僕、要は僕の次の仕事につながったんですよ、うんうんうん、だからギブのおかげで僕としてもあの仕事つながったんでありがとうございます。いやこちらこそです。で美容家の方もあいい人キャスティングしてくれてありがとうだし、うんうんうん、あの他の人の仕事も決まったんで、あのめちゃめちゃいいなんていうんですかね、リレーションシップと言いますか、ああそうです、いいパスをいただきました。あ、よかったです、はい、なのであの個人的に皆さんに伝えたいのはご縁は大事ですよっていう話で、本当そうなんですよね、人脈ですから芸能界は。本当に人脈もそうなんですけど、うん、まあ、芸能界に関わらずその人とのつながりを大事にするって、結果的にもしかしたらいつか自分を助けてくれることがあるかもしれないので、もうバリバリ助けますよ。もう、はい、あもうヨネちゃんありがとうなんでね、こちらとしてはもうこちらこそ、じゃあその分お仕事なんかヨネちゃんに振らなきゃなって感じになるので、ね、嬉しいです。これも偏方性の原理という、ね、心理学なんですけどもね、小林さんもね、僕もありがとうってめっちゃ思って。いやいや、こちらこそ、はい、MJ さんのこと詐欺師だって言っちゃいますけどもなんかめっちゃ俺アンチいるんだよね。アンチいますね、うん、まあなんかその何でしょう、勉強会汚いと思いますあまあいいですよ、アンチの方は全然僕以外の方でね間違えないでちゃんとした人信用すればいいだけの話なんで、うんうん、全然合う合わないはあるんでね。あ、まあ、合う合わないは本当にあると思うので、まあ、合わないと思ったら普通に無視でいいと思います。はい、はい、わざわざコメントを残す暇があるんだったら発声練習しましょう。おお、いいところ言ってくれました僕が言いたいことを全て言ってくれました、はい、まあ役者志望かは分かんないですけど、ね、まあ役者志望じゃなかったらいいんじゃないですか違うかもしれないですけど、はい、ということでね、なんか僕の YouTube の、はい、あなんか擁護してくれてありがとうございます、はい、ということで、ね、今日出演してくれたヨネちゃんでした。じゃあこれからも頑張っていきましょう。ヨネちゃんなんかじゃあオーディションやってるんで、今よかったら皆さん応援してあげてください。あ、そうですね、マシバラですね。ちなみに今日と明日はカラオケボックスで配信します。歌うの？歌います。はい、ヨネちゃん歌えそうで、はい、何時から今日何時から？全日共通で20時半から9時半の1時間です。じゃあこれ今日の動画これ6時に投稿するからみんな2時間後に見て、はい、いやよかったら、はい、ぜひ、はい、楽しくおしゃべりできれば。ヨネちゃん応援しましょう。はい、今日は CM お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。終わります。ありがとうございます。ということで CM の撮影が終わりました。今日はとても楽しく僕もなんと出演させていただきました。12月に公開する予定です。 YouTube でね、最初の5秒をスキップできるよみたいな広告あるじゃないですか。あそこの枠なんで、ぜひ見つけたらね、あ、これ MJ がやったやつだって思っといてください。でね、今回のね、動画でちょっと公開できなかった18禁の部分とかは、僕もう一個やってる MJ の YouTube 講座ってチャンネルあるんですね。そっちの方で18禁の方は流そうと思います。なんで、この動画を見てる、18歳以下の方は、それ見ないでください。で、MJ の YouTube 講座の方では、CM ってどんな仕組みなんだろうみたいなところを、こう、なんですかね、ビジネス的なお話もするので、もしね、CM のどうやって決まっていくんだろうみたいな、そういうの興味ある人は見ていただいたらそれも勉強になると思います。ということで、今日の動画は以上です。ありがとうございました。